写真拡大。ドラフト1位ルーキー吉田輝、星投手の2度目の登板が予定されており、通常を上回る来場者数を想定。東武鎌ケ谷駅から球場を結ぶシャトルバスに臨時便として1台を増便する。午前11時30分から30分間隔で3便用意されている通常のシャトルバスの他に、緊急時に備え別途臨時のバス1台が鎌ケ谷駅東口ロータリーに控えることになる。前売り券の売れ行きも好調だ。バックネット裏に用意されている529席の指定席も残りが上段のみとなっており、すでに残数が100席を切っているという。平日の試合ながらいつもとは違う状況に直面してしまった謎の二刀流キャラクター DJ チャス。これまで大谷翔平や清宮幸太郎の時にバスの臨時便を出したことはあるけど、さすがに平日はあまり記憶にないなと苦笑いを浮かべつつも嬉しそう。これも期待の表れだということ。明日は天候も良さそうなので、どうか皆さん安心して鎌ツタへ足を運んでほしい。ファンの夢と期待を乗せて臨時シャトルバス、アキラ星走る。こんな見出しなんかでどうだろうか。うん、これは詩人になれそうだなと、最後は自身の一句にうっとりしながら、来場を熱く呼びかけていた。石川かな子。かな子石川。